隅三郎7月27日から1984年11月26日は日本のバイオリン指導者、指揮者。千住真理子、佐藤陽子、沢和樹らを育て、日本の著名バイオリニストのほとんどが隅の文化生と言われるほど傑出したバイオリン指導者として日本の音楽界をリードしてきた。現在の鳥取県米子市小高町の茶章の家に生まれた。 父ふ太郎は1872年の生まれ、母はと1896年に結婚して、茶商を開業した。武士の商法で金儲けは得意でなく、暮らしは豊かでなかったが、信仰の厚い母は子供たちを聖公会の幼稚園に、行かせ、日曜の誠実礼拝を欠かさなかった。1924年に上京し、バイオリンをタクトラに指示した。1925年、 日本公共楽協会還元楽団に入団し、1926年、新公共楽団の第一バイオリン奏者となった。この間、ヨゼフ・ケイニヒ、シェフェルブラット、レオーニード・クロイツァーに支持した。1935年から自由学園でバイオリン指導に当たる。1945年以降、日本音楽コンクール及び全日本学生音楽コンクールの審査員を務めた。 1946年、国立音楽大学で指導を始めた。1948年、東方学園付属、子供のための音楽教室の創立に参加した。1951年に日本公共楽団を対談して教育者として、専念する。また、文科生とアンサンブルフォンテーヌを組織し、指揮者として日本各地で講演、レコーディングを行った。 1952年、東方女子高等学校音楽科発足以来、同校で指導する。また、1955年、総合学園での指導も始めた。1961年、東方学園大学の教授となる。ロンティボー、パガニーニ、チャイコフスキー、カールフレッシュなどの国際コンクールから審査員、オブザーバーとして招聘された。1978年、 夏季勲章を受賞したが、1984年11月26日、東京で死去、米子市肘り公開墓地に葬られた、太郎左衛門、ゴロベ衛、サヘータ、あた三衛門、彦衛門、中左衛門の、李東寺彦衛門、ゴロ左衛門、連兵へ、マコベ衛、マサト、タケシ、ジロエタロウ、ケンエリコ、サブロウ、レイコ、 ふさたろうやすお、あいこ、いわ、きゅう、しろう、ごろう、ありがとうございます。